研修ってあるじゃん、世の中。嫌おうなしに生かされる研修みたあったあった、なんか寿司三昧に1ヶ月バイトしてるときに、本社に行ってなんか軍隊みたいな。寿司三昧 店長と喧嘩してやめたけど。ちょっと待って、寿司三昧は研修があるんだ。研修あった、本社に絶対1回行かなきゃいけない。ああ、はい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 。いや、会社ってあるよね、そういうことね。もう豚みたいな野郎に。魚食ったらそうなんねえだろうみたいなやつね。で、なんかね、おもろかったのが、なんかまず専務みたいな、まあ、幹部みたいな人が来て、で、絶対に、なんかもう言ってくれてんの。わざわざ、絶対に君、なんかランダムで、君は何のために働くんだ、働いてるんだとか、絶対聞いてくるから、これもう毎回なんで、つって。絶対に何のために働いているんだって聞いてくるんで、そしたら絶対に自分のためですって言ってくださいって、もう答えも言う。そうじゃないと、家族のためですとか言うと、怒っちゃうから、もうめんどくさいんで、みたいな。もう絶対に自分のために働いてます。自分のために働いて、それが家族のためになるんです、みたいな、その流れが一番社長すっきりするんで、で、家族のためとか言うと、なんか、偽善的な感じで怒るんで、そこはお願いしますね。まあ、注意事項みたいなもんよ。なんか変な注意事項。で、まあ、2、30人いんのかな、でっかい会議室みたいなとこに。で、なんか社長が入ってきて、まあ、ひとしきりなんか、企業理念だかわかんない。なんも覚えてねえや。そこの記憶が強すぎて。で、ランダム、なんか話してひとしきり終わりを迎えた後に、なんか、俺の、ま、前の、誰かに、ちょっとおじさん、俺の20代半ばの時に、俺より年上だった、3、40代ぐらいのおじさんかな、に、なんか、君は何のために働いてるんだとか言って、なんか聞いて、それそしたら、このおっさんが、家族のためですとか言って。もう お前、こいつマジ仕事できねえってか、もうさ、病気だ。まあ、病気？わざもう緊張してテンパってんのか分かんないけど、何言ってんの？お前さっき答え言ってたじゃんって、もう。だから本当に案の定、なんでそんなこと言うんだみたいな。自分のためになんで働かないんだとか、なんか怒り出して。10年ぶりだぞ、10年ぶりだぞ、しばらくは。一時期それが出て、私がそのことに怒ってからというものを、まるでな、その答えが出回ってるかのように言うものは現れなかった、どいつもこいつも、どいつもこいつもは自分のためだって言ってるけど、10年ぶりに現れたよ、私は感動してるよ、つって。逆に 逆に。パタリと、あるタイムでパタリといないわけだもんね、その答えが。そう。だから変な、登場人物全員変だなと思って。社長も変だし、上司も変だし、質問されるぞ、お前。言えっつったこと言えねえって、お前。働きねえだろ、組織で、お前。と思って。それ、でも終わるんだよね。そいつに対する説教は一回終わるよね。終わる。で、それで次のやつもそれ言ったら面白いよいや、次とかなかったと思うけな。ど。ないんだ、そのコーナーは。それ一回当てたらもうそれはおしまいと。いや、あったのかもしれないけど、記憶にない、ほとんど。ただ、事前の答えを言わなかったっていうのが強烈すぎて、俺の中で。確かに。いや、そこまで言われて、なんでそれ言うんだと。思わず言っちゃったんだろうね。それでさ、でも訂正したらしょうがない。家族、あ、間違えたはずで、家族、間違えた、自分のためですとか言って、うんって言って、うんって、どういうこと 間違えたってどういうことだみたいな。なんか、まあでも、寿司三昧って別に潰れたりはしていないからさ、まあ、別にあれね、なんか、そういうこと、あ、でもあれか、社長は別に、でもさ、社長の部下とかが気使ってそういうふうにしてるだけでさ、逆にこの話がさ、変に出回ってさ、これ YouTube 聞いたらさ、その部下に言ったら面白いね。お前、ちょっとこれ本当かっつって、お前事前に答え教えてたのかみたいな、いや、もう、そこにね、メッセージ入るっていう。さっきの確かに魚食ってなんでその体なんで 貴様、何を食っているっつって。貴様何を食っているやべえな。
はぁとか言って。誰に言われてんだよ、社長の。社長に。社長がその体なのに、その上がいんの。あいつ一台でやってる。誰が言ってんの。貴様は何を食っている。はい、自分はとか言って。そこで答えるものも決まってるから、そこでもし、なんか寿司以外のことを言うとすごく怒るから、必ずそこでは寿司って言ってくださいねって。じゃあ社長の話でしょ。社長の体が魚食ってなんでその体になってんのって話だから。俺の格好の人間の話じゃなくてね。違う、なんで社長がさ、誰にさ、貴様何を食ってって誰に言われてん。俺の使った格好の、あの太った上司の話にしちゃった。